大変懐かしい昭和の音を聞きながらの出発となります。はい、それではこの先なんですが、まもなくね、右手後方に、赤いジェームスの、クロエルの人、緑色のパーシーとお別れをいたしまして、私たちは、終点の新幹線駅へと進んでまいります。それではね、さよならをして、ここを出発でございます。それで、この先なんですが、まもなく右手に、天才画を見ることができますね。明治30年、イギリスで作られました天才台です。昭和55年になりまして、新潟県は博多駅より、こちら仙台駅へ移送されまして、平成21年には日本一大作として実践されましたものでございます。はい、それではここでね、紹介なんですが、本日車掌2名、久保田と吉野が乗務しております。私は沿線案内役を務めていきます長井といいますので、終点までよろしくお付き合いをください。本日はね、一つですね、16時中に予定通り到着できるかと思います。Thank you.